この動画では超簡単にスコーンの食べ方についてお話をしてまいります。スコーンはですね、切れ目があるんですね。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ここは狼の口って言われてて、こんな感じで上と下の上下で分けて食べるんですよ。で、上と下に分けて、で片方ずつ食べていくんですよね。で、基本的にはクロテッドクリームとジャムがあるんですけども、このクロテッドクリームそのまま塗りたくなるじゃないですか、スコーンに。でもそうじゃないんですよね。このクロテッドクリームってのは、まあ、ジャムもそうなんですけども、基本的には自分の皿にこんな感じで乗せて、そこからここから取ってスコーンに乗せて食べるっていう流れなんですよね。まあこれはジャムも同じです。これもスプーンですくってそのままいきたいとこなんですけど、お皿にのせて、で完成形がどんな感じになるかっていうと、こういう感じになります。でここからナイフを使ってジャムを塗るんですね。でその上にクロテッドクリームを塗るんですけども、じゃあこれってクロテッドクリームからでいいんじゃないですかってのもあると思うんですよね。まあ実際のところはですね、どっちからでもいいんですよ。なんですけど、本当のアッパー層の人たちはまずはジャムからいきますよというふうに藤枝さんは解説してくれてます。あの藤枝さんってすごくね、こうアフタヌーンティーのパイオニアの方で第一人者なんですよね。だからこの方の本ではやっぱりこう先にジャムを塗りましょうというふうに解説してあるんで、僕もそれに習って今回は食事をしております。あの藤枝さんの動画はですね、こちらの動画で詳しく解説しておりますし、本も出してあるんで、もっとね詳しく知りたいという方はこちらの本も読まれてください。でなんでジャムからなんですかって話なんですけども、さっき言った通りスコーンって基本的には出来たてを持ってくるんですよね、後から。でその出来たての熱い状態のスコーンの上にダイレクトにクロテッドクリームを塗ってしまうと、クロテッドクリームが溶けてしまうんですね。だからそれを溶かさないように、ダラーっとならないように、まずジャムを挟んで、その上からクロテッドクリームを乗せて、クロテッドクリームが溶けないようにして食べましょうねというふうに藤枝さんはおっしゃってるんですよね。まあ基本的にはですね、その藤枝さんも多分そういうふうに思ってるんだと思うんですけども、基本的にこのルールっていうのはそこまで意識する必要はないというのが僕の見解ですね。最初にですね、スコーンは上と下に分けて食べましょうというふうに説明したんですけども、例外があるんですよね。それはどういう時かって言いますと、スコーンが硬い時です。結構硬い時っていうのがあんな感じでふわっと取れないんですよね、上と下に。そういう場合どうすればいいかっていうと、ナイフで切れ目を入れて開けるんですけども、これを縦方向に入れちゃダメなんですよね。横方向に全部入れるわけじゃなくて、ちょっと入れてあげて、切り目を入れてあげてから上と下に開けるというふうにしてください。これなんでかって言いますと、スコーンってのが聖なる石というふうに言われてるんですよね。でその聖なる石に切れ目を入れたり、縦方向にですね、それを入れたらやっぱりよろしくないよねということから、基本的には手で開ける、そして最悪の場合は横に切れ目を入れるだけというふうになっております。ですので基本的なスタイルは手でやむなしにナイフで横から切れ目を入れるというふうに考えておいてください。